はい、どうも皆さん、タスケでございます。というわけで今回は久しぶりにスカイウォーズをやっていきたいと思います。まあちょっとしばらく動画上げられてなかったんですが、まあ YouTube の方とかでは、まああの Discord の方とかでもまあ適当にまあ自分はちょっとまあインしたりまあしてますので、っていうかね、今あのまあ2月あの登校日はもう来るまでも学校はないんですよ僕、だからね、それで3月1日に卒業式があっ てみたいな感じで、まあ常に暇があればなんかしてますというわけで久しぶりにスカイウォーズやっていきたいと思います。それじゃあレディーゴー。このマップか、そう、それとなんか自分がスカイウォーズやってない間ソロに待機場所が追加されたみたいですね。いるのかなっていう、まああれはあるんだけれどもまあそんな感じでちょっとやっていきたいと思います。よし、きっとはまあいつもの安定のアーマーでいきましょうかね。それとこの新しいスキン、水木さんが作ってくれました。本当に、ありがとうございます。スキンの作成ね、いやーこれ本当に気に入りました。もうこれからちょっとずっと使っていこうかなとは考えているんだけれども、たまにね気まぐれでスキンをちょっと変えたいとかしたりはあるんで、ずっとは使っていけるかどうかは分かんない。おそらくもう真ん中に行ってる人もいるだろう。やっぱりね、ちょっと横が行きそうなんで、ちょっと先に横に行かせて、俺のこと気にしねえ。あ、違うわ。あー、あの人が邪魔してんのか。ちくしょう。これ横に突入に行こうとしたら多分やられるパターンだよね。ちょっとこれはやめとこうかな。あ、行ったっぽい。じゃあ今のうちに。はい。じゃあ行きましょうか。うまくいけるかどうかわかんないけど、やるしかない。 OK、 漁夫乗り。あーやばいやばいやばい、弓が強い、やべ。OK、 なるほど、ファイヤースペクトか。うおー、いけるか。おお、ギリギリ。待って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 、おっから来てるじゃん。おい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 、嘘だろ。どっちから来る、そっちからか。てかリーチ長くない、あんたリーチ長いよ。ジュジー、うまくいってよかったぜ。ふう、やっと優勝できました。うい結局落ちるっていうね。はい、というまあそんな感じで、まあいつもの感じでプレイはしてみたんですが、やっぱり前よりはちょっと下手くそになってるな。ということで、まあちょっとこれからはオフでもちょっと練習して、まあちょっと前の調子を取り戻せるようにちょっと頑張っていきたいと思います。これから。この動画が面白いと思ったら、ぜひ、チャンネル登録、そしてこの動画の評価、お願いいたします。説明欄の方に質問を募集している動画があるので、そちらに僕に対しての質問をコメントの方に書き込んでいただけると嬉しいです。それでは、今回の動画で終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。